はい、おひつじ座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。6月全体の星の動きは前回アップした星メッセとタロットリーディングの動画をご覧ください。今回はタロットだけになります。そしてタロットは必ずしも絶対こうなるというものではなくて、皆さんが何かしら気づきを得て行動を変えれば現状が変わるかもしれないというスタンスで、あくまでも参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速いきましょう。6月後半のおひつじ座さんです。6月は全体的に順調ですよっていうお話を前回したんですけれども、いかがでしょうか。ちょっとイメージ的にちょっと感じるとこあるんですけど、ちょっと後で解説します。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。6月後半です。ペンタクルス3、はい、ジャッジメント逆、ワールド逆、クイーンソード逆、ペンタクルス10、カップ6の逆、はい、ワンド9ですね。そして対策がフールと死神の逆と、オラクルはワンドナイトです。そうですか。6月ちょっと順調にいろいろ進みますよって言ったんですけども、その例え話として、こう船に乗って帆をパーッと開いたら風が吹いて、ちゃんとね進んでいきますよっていう、ただそのコントロールだけしっかりしていきましょうねっていう話をしたんですが、確かにそういう流れはあるんですね。ただ船に乗って、あ、やっと進み出したとか、やっとこれで順調に行くぞってなった途端に、何かこうちょっと心ここにあらずみたいな感じがあったんじゃないかと思うんです。もちろん勉強していくにはいい時ですし、人と関わっていくのも6月は全体的にいいので、人と関わってうまくいっている、現実はうまくいってるんだけど、何かがおかしいっていうね、何かこう精神的なものがちょっとだけ取り残されてるみたいな感じで、星で言うと、6月の後半からちょっと落ち着いてくるよっていうことなんですけど、事態はおそらく落ち着かずにこのまま進みますね。だけれども気持ちの上でこう実際になんとなく想像してほしいと思うんですが、自分が船に乗りました、帆も開いて風も吹いて進んでいますってなったら、ちょっと気持ちが落ち着いて、こう動き回るっていうわけではなく、なんとなくこう自分の心情の方に気持ちが向くっていうか、ああやっとここまで来たんだなとか、ああでこれで大丈夫だったのかなとか、こういろんなことを思い出してみたりとか、なんとなくその3月とか4月とかっていうほどの気持ちの盛り上がりっていうのはなかったのかなっていう感じがします。でもいいんです。6月またね、特に23日ぐらいからですかね、金星が双子座に入ったりとかして、コミュニケーションまた楽しくなるねって言ったぐらいから、やっぱり良かったっていうね、やっぱりこれで良かったっていうような満足感がとってもあります。それは近い未来のところにペンタクルスの10が出てるからなんですね。これはやっぱりもう一つだけのことで喜ばしいっていうことではなく、ここまで培ってきたいろんなものがまとまって、それが統合されて喜びにつながっている、一つ完成している、そしてその後これまでの動きを踏まえて、じゃあここから新しい気持ちで新しい方向を向いていきましょうかっていうことで、気持ち的にやっとすっきりしています。6月後半ですね。で進んでいったらいったでまたね、ちょっと体調面は気をつけてほしいなっていうのもありますね。別にもともと体力もすごい自信ありますよっていう方も、あまり無理しすぎず、健康はちゃんと見つつっていう感じですね。その自分の気持ちがやっとすっきりして新しい方に向きましたってなっても、まだまだやることはいっぱいあるっていうか、まだまだ細かいところ、ちゃんと調整しなければいけないところがたくさんあるっていう感じがするので、それを全部完璧にやろうと思うとちょっとしんどいかもしれないので、体のことを考えながら8割9割でよしとしていってくださいねって感じがしました。何せオラクルがですね、ワンドのナイトなので、勇気を持ってチャレンジしていってるよっていう感じ、走ってるよっていうので、勢いはあります。
まあ、対策がね、なんかね強いんですよね。フールとデスの逆位置っていうのは、フールっていうのは本当にもうその先が見えなくても大丈夫だよって、自分が信じた道っていうのは必ず見えてくるんだよみたいな保証がなくたって大丈夫だし、そんな保証なくたって自分の気持ちはいつでも自由で解放されて新しい道を作っていけるよっていうような、なんかもっと肩の力を抜いていいよって言われてるような気がしました。そしてもう一枚がね、そのデスの逆位置っていうのは本当に再生なので、ここまでやってきたこと、なんかね このペンタクルス10のところでやっぱり何かちょっと達成してる感じがするんですね。もう自分の中で本当によくやったっていう満足感、これは物質的にもだけど精神的にも、何かあと状況的にも環境的にも何かが一つ完成して、ああやっとだっていうところで何かを安心して終えて次に行けるみたいな感じがあります。切り替えの時ですね。なのでとてもまあいいタイミングじゃないでしょうか。切り替えっていうとやっぱりね、こう今木星も火星もお羊座に来て新しい扉開くよっていう時なので、やっぱ何かを終えていく、ただ心残りに終えていくっていうわけではなくて、これまでやってきたことをちゃんと収めて、納得して気持ちがやっと新しい方向に向くっていう感じがしましたね。まあ、全体の流れはそんな感じです。人間関係も引き続き悪くないですね。6月全体悪くないので、まあ、ただ一番大きな動きっていうのはそういった心理的な動きなのかなと思いました。ビジネスにおいても悪くないですよ。全然その6月前半の自分のモチベーションの割にはちゃんと6月後半結果出してるなっていう感じもありますし、まあ、それを踏まえて新しい方向も見てますし、まあ、一つのことを区切りをつけて次に行くんだなって。ただ次に行くって言ってもいきなりスタートダッシュではなく、まあ、ちょっと準備しながら行くんですねっていう感じがしました。そうですね、ビジネスの話はやっぱりいいですね。とっても進んでます。どんどん進んでるって感じがしますね。そうね、なんか喜びはどうなんですかっていうと、まあ、例えば恋愛とかですね、人間関係が全体的に悪くないので恋愛もいいんですけども、前も6月の時も言ったかもしれないけど、恋愛モードになかなかなりにくいって感じがあって、今はそれよりも勉強とか、今はしっかり自分の価値っていうものをつけていこうっていう感じの時なんだと思います。まあ実際6月14日の満月っていうのが結構そういう感じなんですよね。自分の価値、自分の好きなことや趣味や自分の価値っていうものと独自のセンスとかオリジナリティとかっていうものが重なって新しいものを打ち出していこうよみたいな、そういうエネルギーもあるので、そこにこうなんか触発されて、じゃあ何かをやってみようみたいな、勉強してみよう、仕事してみようみたいなエネルギーがなんか強いなーって感じです。そしてもし恋愛に関しては別になくはないんですけど、そのビジネスとかそういった思考の奥にほんわかちょっとだけあるっていう感じなんですね。本話がちょっとだけある、なのでこれが優先じゃないってことなので、今現在付き合いされてるか恋愛されてる方とかも恋愛が第一優先っていう形ではないんだろうなと思うし、まあ、6月後半はそうしない方が流れには乗っていいのかもしれないですね。このジャッジメント逆は何でしょうね。なるほど、わかりました。ここでねペンタクルスの10が出てて、何か一つ完成しますねって言われてるんですけれども、それは過去に自分ができてなかったとか、こんなにやったのにダメだったとか、まだまだじゃないかとか、自分に向かないんだって思っていたことが実はできてたんだとか、実はあれで良かったんだみたいなこととして完成して終わるみたいです。なので過去もすごい良かったですよっていうことを、じゃあもうやりきったからここで終わりってわけではなくて、過去どっちかと思うようにいかなかったこと、全然ダメだったなみたいなことが、後からその現実が暴かれるっていうか、あそうだったの、あれで良かったのみたいな、そういう感じがしました。だからすっきりするんでしょうね、気持ちが。そんな感じです。
ちょっと今回はこれでいいかなっていう感じがしますね。とにかくあの人間関係は豊かだし、濃いし、気持ちの整理もつくし、新しいものも見えてきます。なのでポイントとしては、その昔のまあ傷とか、その失敗したこととかダメだなって思っていたことが、この6月後半で終わって、あの完成して終わって新しく行くんだなっていう形なので、新しい道を、新しい感覚をご自身があの掴んで進んでいってください。はい、ということで今回もありがとうございました。次回はまた6月末ぐらいに7月の星の流れとタロットリーディングをさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。もし何か、あ、こういうことありましたよっていう方は、ぜひコメントで教えてください。ということでありがとうございます。いい時間をお過ごしください。失礼します。